つの檻に閉じ込めただけよ。下がって、うん、あたりの物質に影響を及ぼすのは発動した時だけって話じゃなかった。しかも私以上のパワーで弾き返してくるなんてね。するのにコンクリの塊で押し勝てたのは私が鉄分にしか力をかけられないのに対して物質全体に影響をかけられるってことかしら。そして焼け落ちた部分は炭化して崩れていく。戦闘中にリアルタイムで分析を予測していた以上に厄介だな。ならば焼き切ることもできない、砕くこともできない。圧倒的質量を前にしたら